X-49 スピードホーク X-49X-49 スピードホークはアメリカ陸軍とバイアセッキエアクラフト社が試験している複合ヘリコプター2007年発飛行アメリカ海軍はヘリコプターの機動力増加の手法として複合推進に目を向けており1990年代から検討を行っていたその中で ビブにダクテッドファンを追加する VTDP という手法を取ることが素上に上がってきた。パイア設計者はすでに1960年代にパイア設計 16H パスファインダーなどダクテッドファンによる複合ヘリコプターを開発した経験を有していた。そこで海軍は USH-60F を改装しダクテッドファンを取り付けた複合推進としたものを開発することとし、 2000年にパイアセッキ社と契約を結んだ。2003年に X-49A の名称が与えられ、2004年には担当が海軍からアメリカ陸軍に移管された。X-49A の形状は SH-60 の胴体下部に固定翼を設け、ビブにダクテッドファンを取り付けたものとなっている。ダクテッドファンは推進力を提供するほか、 制御翼がついており、風向を変えることで、トルク制御などが行える。また、振動軽減にも効果がある。固定翼については、前進時に揚力を発生させて、メインローターの負担を軽減し、前進力を増加させる。操縦法については特に従来のヘリコプターと変わるところはない。かつての複合ヘリコプターは、構造が複雑で効果となりがちであり、また、 ローター制御技術の向上で廃れたが、ヘリコプターの速度向上が頭打ちになり、それを打破するために、再び複合ヘリコプターが着目を浴びた点がある。2007年6月29日に初飛行。試験では推進力をさらに強化し、時速 360km の高速飛行を目指す予定となっている。ありがとうございます。